シェルビン・バーナード・マック・ジュニアは、アメリカ合衆国ケタッキー州歴ントン出身のプロバスケットボール選手。NBA のオーランド・マジックに所属している。ポジションは、ポイントカード。バトラー大学では、ゴードン・ヘイワー・アードラと共に2009年から2年、連続で NCWA トーナメント決勝戦に出場。3年生を終えた2011年の NBA ドラフトにアーリーエントリーし、 34位で、ワシントン・ウィザーズから指名された。1年目は64試合に出場したものの、翌2012から13シーズン開幕直前に、解雇され、その後2013年に入りウィザーズと再契約するも、再び解雇。さらにフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズと10日間、契約した後に、ウバットルで修行を積み、三月にアトランタ・ホークスと十日間契約を結び、 正式に2年契約。ジェフティーグの控え役として奮闘し、2014年7月に3年間の延長契約を結んだ。2016年2月18日、アトランタホークス、シカゴブルズ間でのトレードでユタジャズに移籍した。バトラー大学でのチームメイトのゴードン・ヘイワードと共に、元ホークスのアシスタントコーチのクイーン・スナイダーヘッドコーチの下でプレーすることとなった。 2月21日のポートランドトレールブレイザーズ戦でシーズンハイとなる16得点、6アシストを記録した2月23日にはラウルネトに代わりスターターとしてヒューストンドケッツ先に出場し、再びシーズンハイとなる17得点を記録した。3月11日のワシントンウィザーズ戦でキャリアハイとなる27得点を記録した。12月8日には ゴールデンステートをオリアーズ戦で得点シーズンハイを19に伸ばした。2017年7月7日、オーランドマジックと2年1200万ドルで契約した。レギュラーシーズンプレイオフ、幼い頃から兄と徒競争をしていたため、足が速くドライブに行かせている。ありがとうございます。